で、あの本願寺というのは当時大変な勢力を誇ってましてですね、うん、本願寺をあの、はい、戦国時代のあのどでかい勢力に立て上げたのはこの蓮如賢治というね、はい、あの室町時代中期のお坊さんなんですが、うん、まあ、この人はまあ 宗教論争とかを通してですね、うん、こうもう日本中にこう本願寺というか浄土真宗を広げるぞという熱に燃えた人だったんですが、うん、はい、まあ、この人が、まあ、本拠を置いたのが福井の吉崎道場というところで、うん、そこを拠点にしてですね、はい、まあ、京都にも根を張って、うん、もう大変な一大勢力になった、うん、ところが、まあ、仏教がそうやってあの伸びていくのと一方でですね、うん、逆に北陸地方のある、はい、まあ、あのある信仰がですね、うん、滅亡の危機に瀕しちゃったんですね。それがあの当時北陸地方であの、まあ、当時までずっと北陸地方で信仰を集めてた、まあ、白山信仰、はいはい、あの石川県にある白山姫神社ってありますけどね、うん、あの白山を、はい、まあ、信仰対象として、まあ、各地にも東京にもね、あの白山という駅があります、うん、あそこに白山神社があるんですけれども、あ、そうですか、もう、まあ、全国規模で信仰されてた白山信仰が本願寺がわーっとこう勢力拡大した時に、うん、もうあの廃れて滅亡仕掛けになるわけですよ、はい、でそれを救ったのが、まあ、信長であり、うん、信長から命令を受けてその北陸の浄土真宗のその一向一揆一向一揆勢を鎮圧することに貢献したこの、まあ、柴田勝家という方ですね、はいはい、白山だから柴田勝家っていうのはね、はい、よくなんかこうあの信長に仕官したばっかりの、うん、秀吉をちょっとこのセリューとかでいじめたりとかね、うん、なんか中尾明が前やってましたけどね、はい、あるいはその静岡県の戦いで、はい、あのやられ役というかね、はいはいはい、まあ、そういう秀吉の引き立て役に過ぎないようなイメージがありますけど、本当は信長の家臣の中でももうとびっきり、まあ、立派な人でですね、はい、そういうふうにあの本願寺勢を降伏させた後、例えば、まあ、皆さんもご存じと思いますけれども、あの本願寺勢が降伏したとどうなるかというと、じゃあ彼らがもういなくなるかというと、そうじゃないですね、はい、まあ、隣の国だったら全員虐殺すれば済むんだかもしれない、うん、そうじゃなくて、もともとは上の方の一部のお坊さん以外はもともとは普通の農民だったわけですから、はいはいはい、農民に変えてもらわなきゃダメなんですよ、うん、その時に鉄砲とか刀を取り上げたのをですね、うん、もう一回まあ溶かし直して、クワスキにして与える、こうやって刀狩りですよね、はいはい、でそれで各農民にちゃんと自分の土地を与えるためにちゃんと戸籍を作ったり土地台帳を作る、うん、これ検地ですよね、うん、だから検地刀狩りというのを太閤秀吉に先駆けて織田信長の家臣だった時に北陸で行ったのがこれ柴田勝家だったんですね。それは知らなかった。だからそれぐらい先進的で立派な統治能力を持つ人だったわけですよ。だから静岡での戦いというのは単に秀吉が勝った一時塚なんじゃなくてですね、はい、うん、当時のもう本当に日本を二分する、まあ、頂上対決だったということでもあるわけですね、はい、うん、なるほど。柴田勝家はそれぐらいの、うん、あの人物だったわけですけれども、なるほど。でですよ、あの、はい、まあ、そういう中でですね、あの、まあ、言うなれば信長はですね、まあ、いよいよこう、神社仏閣を守って、でいよいよ領土も広げて天下統一も目前だと言われたのかもしれませんが、はい、その時にですね、天正10年1580年に間に合わせたな、あと7分で、いやもう全部計算済みですからねで本能寺の変が起こったんですけれども、で本能寺の変っていうのはね、うん、はい、まあ、今もいろいろ言われてますけど、明智光秀がなんで裏切ったのか、はい、まあ、これはですね、もう、うん、あの、はい、いやこれもう身も蓋もないかもしれませんけれども、うん、これはまあ、明智光秀がやっぱりまあね、はい、まあ、はっきり言えば、まあ、自分のためというかですね、うん、何か自分の都合で裏切ったとしかこれ解釈できないんですね、うん、例えば明智光秀がそうじゃないという人はですね、うん、あの朝廷黒幕説とかね、はい、あるいは明智光秀がその信長が朝廷をないがしろにするから、うん、あの信長を討ち果たしたとかいう人もいますけど、はい、今日の私の話を聞いてくれれば信長、はい、自身が朝廷をそういうふうに扱ってないということが分かりいただけたと思いますから、うん、 そうですね、そういう朝廷陰謀説も光秀朝廷のために本能寺の変を起こしちゃった説もですね、はい、やっぱり成り立たないわけです、うん、でそういうところでわざわざ陰謀論めいたことを言って戦国時代の歴史観を混乱させてる、ね、罪を犯してる本が結構ね、はい、世の中にいっぱいありますからね、はい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 、私はそういうのはもう取るに足らないと思うんですけどね、うん、あのそれこそあの徳富蘇峰さんは、はい、あのそんな信長、まあ、本能寺の変陰謀論とか黒幕説は つまらないざれ言だってこうやって先に徳富蘇峰さんも言ってるわけですよね。戦後だとあの高柳光俊さんという人が、まあ、明智光秀という本の中でそれをしっかり述べてくれてるんですが、それ以外の本では結構ね、うん、あの陰謀論めいたことが書かれてますから、はい、でそれで信長は
あの本能寺に倒れたわけですけれどもですね、はい、じゃあこの時ね、じゃあ信長の目にはというか信長の脳裏には何があったかというと、実はですね、うん、信長にとって、まあ、信長はもちろん人間50年って言ってたから、うん、いつでも死ぬ覚悟はできてたんだろうけれども、しかしもしね、一つ信長にとって残念だということがあるとすれば、うん、まさにこれですよね。実はさっき信長があれだけお膳立てした、はいはい、うん、ね、第41回式年遷宮が本能寺の変の3年後に実現したと。なるほど、お金がいって準備が整ってできたのがここだったと。なので信長はあれだけ協力して寄進もして命かけでやったわけです。もっと出してるんでしょうね、だからさらに、はい、だからね、でだから それだけやった伊勢の式年遷宮を見ることなくですね、なくなったわけですよ、はい。まあそういう意味ではちょっと、あ、この点はかわいそうだなと思うわけですけどね。確かにね、はい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 、そんだけのお金を出してね、はい、あのいろんな神社を守ってきた、まあ、だから信長だったと、はいはい、あのまあ、だから信長のね、あの最後っていうのはいろんなドラマでもですね、なんか是非に及ばずとかね、なんかいろいろ言ってなんか切腹したりとか、あるいは、はい、あの渡井哲也みたいに頸動脈ブシャーって切ったりとかね、ふなっしーのブシャーみたいな感じで死んだりとかするシーンがありますけれども、はいはいはい、うん、で、あのそういうまあシーンはいろいろ想像が楽しいのかもしれませんが、私がもしああいうのをプロデュースを任せてもらうと思ったら、はい、伊勢の神宮を頼むぞって言いながらこうね腹切るとかね、まあ、そんな感じでちょっとやってみたいなと私は思うわけですよね、はいはい、あの本能寺京都に行って見に行ったんだけども、であれは別の場所ですけどね、そう後から知ってね、今はあの寺町御池というところにあるわけですけど、昔ここだったんだと思いながらお参りをしてそれで後で資料見たらここじゃねえのかって昔はあの西の東院市場ってもっと西南、うん、なんか南西の方にあったって、ね、はい、うん、そう、いやなかなかねちょっと感慨深いなと思って、うん、はい、散々感慨深いなぐらいに、はい、あの口にした後ね、ここじゃなかったのかっていう。で信長にとってもっと残念だったとすればあの長男の信忠が律儀にもですね、うん、信長を助けに来て、はいはい、助けにやってきたら途中でもう信長が死んだと気づいて、うん、で近くの二条城に立てこもってそのまま討ち死にしたと、うん、はいはい、これもうちょっとねなんかの、うん、あの討ち死にせずにうまく脱出してほしかったですよね、うん、なんかこう歴史のたらればですね、ね、はい、で、うん、あのあさっき出てきた織田浦臭いね、はいはいはい、織田浦臭いでは織田浦臭いさんというのはあの人があの、はい、領地じゃないな、その屋敷があったのが今の有楽町、うん、はいはい、織田浦臭から有楽町になったわけですけれども、はいはいはい、であの織田浦臭いは実はこの時、うん、織田信忠が二条城に立てこもったというそのまでいたんですね、うん、であの下手すれば浦臭いさんも死ぬかもしれなかったところを、はいはいはい、あの信忠が自決するときにわしも間もなく行くぞみたいなうまいことを言ってですね、うん、信忠が自決したのを見届けて、うん、はい、でわしも自決するからあの わしの死体がバレないようにあの芝を高く積み上げて焼き払いみたいに部下に命じたと思ったら、うん、だからその隙でも逃げたらしくてですね、うん、織田浦臭いは助かってるんですよ、はいはいはい、まあ、そのおかげで今の有楽町があると、なるほど、それだけにしてはちょっとあれですけど、まあ先週は、乃木坂46の、はいはいはい、生みの親乃木大将やったし、はい、今日は有楽町の海の親織田浦臭いをやったと、はい、あの織田浦臭いってね、はい、知らない人に言うとなんか、うん、なんか何々臭いみたいに聞こえないけど織田浦臭いでちゃんと分けて言わないと、はい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 、そうですね、はい、各地下子夫妻みたいな感じでね、織田浦臭い、ね、各地下子夫妻みたいな、はいはい、まあ今日の話をまとめますとですね、はい、まあ、だからあの本能寺の変の話はちょっと雑白で申し訳なかったんですが、うん、はい、何より信長がですね、うん、まあ、戦後の、ね、日本で抱えているようなイメージと違って、はい、勤労の武将であり、うん、日本を守ろうとして、でさらに、あ、これを言い続けてた、うん、はい、あのキリシタン大名というのがいましたね、はい、あの戦国時代には。でキリシタン大名というのがですね、例えばあの悪いキリシタン大名の例としては、最近なんか学会でも流行りなんですが、はい、大友宗麟という人です、はいはいはい、この人は、うん、まあ、自分の本来の領地はしなかったんですが、自分が新たに日向とかね、うん、宮崎の方に領土を拡大していた時にですね、まあ、そこの神社仏閣を焼き払って、教会を建てて神の国を作ろうと、はい、まあ、イスラム国的なことを考えてたわけなんですが、ところが、まあ、それが島津家によってね、うん、頓挫するわけですけれども、はい、そういうふうになんか日本の国の形自体を歪めてしまいそうなキリシタン大名がいた、うん、一方で信長は宣教師と仲良く付き合いはすれど、うん、それは技術をね、導入したりとかいろんな向こうの知見知識を得るためという、うん、やっぱり現実主義的な割り切りがあって、うん、彼自身はなんか神社仏閣を破壊して教会を建てるなんてこともしなかったわけですよね。 そこは重要なところで、なるほどね、はい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 、はい、それは日本的ですね、はい、
なんか綺麗なジャイアンみたいな感じでね、いいキリシタン大名と悪いキリシタン大名がいて、悪いキリシタン大名はこういう人もいたんですが、ちゃんとあのキリスト教と付き合いながらもちゃんとやってた人たちはいた、はい、まあクリスマスも近いですしね、はいはい、除夜の鐘もありますし、神社にも行くと、行く時来る時、はい、もう日本の全てがあの宗教観ごちゃ混ぜがね、そうですね、いよいよそう、八百万が、はい、これから1ヶ月ちょっとでね、体現できますけどね、はい、でまあ私が今申し上げたようなことは、別に私が今新たに発見したりとか、新たな観点、新たな観点で言ってるわけじゃなくて、さっき言ったように戦前はそうだったというのは、何より明治時代に入ってすぐに、まあ今言うなれば当時徳川家全盛だった時代、時代がそうじゃなくなった時代に、じゃあ誰が歴史上偉かったのかっていう歴史観のね、こう見直しが行われた、はい、その時に真っ先に検証されたのが、まあ古代で言えば和気の清丸、で中世で言えば楠木正成、そういう人物が御神社ができたり、港川神社ができて、あの神様として祀られているわけですが、それと気をいつにして明治時代の初めに京都市内に、まあ武勲神社というのができているわけですね、まあ、これは別格官兵社としてですね、あのまあ特別なランクを持った神社だったわけですが、武勲、はい、はい、この別格官兵社、別格官兵社ってのはさっき言った港川神社とか郷神社みたいに、はい、この人物が日本を守ったとされ、明治時代にされた方を祭りする神社に与えられた、ね、もう一回ちょっとこれどこにあるんですか。これ京都市の船岡山というところにありますね、京都市北区。なるほど、はい、まあ、武勲神社、今日は全部は取り上げませんが、例えば一回ちょっとその、はいはい、京都の神社ベスト10とかね、ああなんかベストとかでちょっとね、あの恐ろしい、他のはベストちゃうんかいな、確かにね、はい、でそういうのをちょっと久野さん、さんざんね神社行ってる久野さんの聞きたいところですね、はい、で織田信長を祀る武勲神社って実は各地にあるんですけど、はい、その中でもう一つだけ取り上げれば、あの天道藩、織田信長の末裔が築いた天道藩に、あのこれもあのちなみにこの天道藩っていうのは、この天道市っていうのは何県、山形の天道市ですね、あの将棋の駒で有名な、はあはあはあ、で天道藩っていうのはだから、はあ、あの織田信長を先祖として祀る邸内社、つまり藩主の家にそういうのがあったわけですが、それが後に神社として独立して、あのまああの野心になったんですが、その、 あの境内に、まあ、元井宣長が呼んだ句碑というか歌碑が立ってるんですね、はい、その元井宣長がどういうふうに呼んだかというと、これは織田信長を、まあ、称える和歌を呼んでるんです、はい、あの元井宣長の和歌というのは大概ね有名なのは古事記関係の和歌なんですけれども、はいはいはい、この武勲神社に立っている和歌にはね、あの静旗の織田の御事は帝部を、払い沈めて勤しき大見、まあ、意訳するとですね、あの大変な戦国時代にですね、あの織田信長は、その、まあ、帝部、つまり天皇朝廷の周りをまがましいやつらを追い払って、ではい、あのそういうことに命を懸けてくれたもう立派なあの武将なんですよ、ということを元井宣長が言ってるってことは、もうほぼ、まあ、やっぱ信長は江戸時代の国学者の代表格がね、そういうふうに言ってるんですから、勤王の武将だったということは、はい、一部の人が言ってる間違いないのんじゃないわけですよね、はい、だからつまり今日の私の話に逆らうっていうのは、元井宣長に逆らうみたいな、ね、そういうことがあるということはぜひね、はいはいはい、あの考えていただければと思います、はい、それもです、はい、まあ、これはこれで、で、まあ、最後に一言言うとすれば、はい、今みたいな、ね、信長評価、これが、ただ、秀吉もそうなんですね、秀吉も朝鮮侵略したとか、そういうことばっかりクローズアップされるように、信長もまあ比叡山焼き討ちとか、はい、そういう話ばっかりあの取り上げられるんですが、まあ、そういう話というのばっかりが取り上げられるというのは、はい、そのうち秀吉も家康もやりますよね。あ、ここでね、はい、やる予定ですけれども、はい、でそういうふうに、本来、日本を守った武将が、はい、あのちゃんと描かれない、はい、あるいはそういう人物を今の我々は評価できないような歴史観をこうあの垂れ流すような本が流布しているというのがですね、はい、まさに今の戦後史観の一つの重要な、はい、あの一部を形成してまして、だ決してよく言われるような南京大虐殺とか、あるいは従軍慰安婦だけがあの自虐史観、戦後史観じゃないんだよという、はい、そういうことをぜひね、はい、今日の最後に皆さんにも考えていただければ、そうですね、もうこれでちょっと伊勢神宮とかね、今出た信長が寄進した、はい、神社っていうのはちょっと行くときにちょっと感慨深いもんが、そうですね、あったぐらいだろうぐらい思ってた人が、はい、多いんじゃないかと思うんですけどね、信長がいなかったらこの伊勢神宮もなかったかもしれない、うん、終わってたかもしれないね、それをその戻したというふうにするとね、はい、はい、では
そういうところで本日は終了ということで、はい、また来週、来週休み、いや来週来ますよ、来週来る、来週は、はい、あのハワイ帰りにハワイの報告を兼ねて、あ、そうですね、はい、75周年の出展の報告もしますので、はい、じゃあ、日本にとって有限と思う武将はということで、はい、はい、4織田武道っていうですね、はい、なくなりましたよね、はい、もう彼カッコつけなきゃよかったのにね、これ、うん、はい、どうでしょうカッコつけたら最初からね、はい、そう最初からバイアスが来た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 、まあ、はい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 、はい、じゃあまあ、 あの参考にならないアンケート、武道が強かったですね、はい、では本日はこれで終了ということで、また来週、はい、あのハワイからの報告ということで、はい、よろしくお願いします、はい、消してください、はい、どうも、はい、ありがとうございました。